吉田さん、山口さん、いや、若いですね。当時20代。今30半ばぐらいじゃないですか。なんか、年は取るし、時間は経つし、これは変えられない事実だと思うんですよ。で、その中で YouTube ってのは、時間を遡ってくれるツールじゃないかなと思うんですよ。でね、ちょっと前の私の、ウォーターサーバーの前で撮ってる動画を思い出してください。あれは若かったでしょ、私ね。でも動画を見た人にとってはもしかしたらあの動画がリアルなのかもしれないんですよ。で実際に私に会ったらあれ結構老けてますねって言われるかもしれないですけども、いやあれから10年経ってますからねみたいな感じでしょうね。ジャッキー・チェンの映画とかってカンニングモンキーとかヤングマスターとか見た時ってジャッキー・チェン若いじゃないですか。まだ当時20代前半ぐらいだったですからね。でも今は還暦すぎてもうおじいちゃんの役を結構やってるわけですよ。だから映像ってのは、なんかね、ある意味、非常なもので、過ぎた時間をね、映し込んでくれるんですけども、でも、いつでも若い気持ち取り戻せるじゃないですか。なんか、ロッキーっていう作品があるんですけども、ボクシングのね。あれ、最初のロッキー1っていうのは、やっぱりスタローン若かったですよね。で、予算もなくって、演技はまあ上手だったと思うんですけども、スタローンってなんかね言語障害があったらしいんですよ。で俳優のオーディション落ちまくったんだけど、自分で監督して自分で出演した映画では世界ヒットさせて、でしかもエイドリアンっていうかね、世界中の人が真似したみたいなね。逆にああいう風な、普通ではこう落とされるような特徴だったからこそなんかね取り上げられたっていうのは皮肉な話ですよね。だから今特にそうなんですけど、映像の世界ではウィークポイントが絶好のアピールポイントになるっていう部分ですよね。例えば私は誰よりもバカですっていうキーワードがどこまでねものすごく支えてくるのかってことですよ。だって自分は賢いですっていう風なプロモーションしちゃうと、もっと賢いですって人と戦い続けなくちゃいけないんですよね。でも最初から一番バカですって言っちゃうとすごくポジション的にも楽だし、その上で賢い人バンバンぶち抜いて稼いでるわけですから、みんなグーの音も出ないみたいなね。YouTube ね、いいっすね。時間をさかのぼって私たちに感動を与えてくれます。ちなみに最近ね、またね映画を見たりとかね、なんか妄想したりするのを動画で撮ってるんですけども、そんなどうでもいいやつでもねアクセス稼げますよね。自分の個人的な趣味を語ってても聞いてくれる人がいて、コメントを寄せてくれる人がいて、例えば再生数10とかでねコメントがもう入ってたりするわけですよ。そう考えていくと、まあなんだろうね、何をやっても YouTube はうまくいくなってところですね。あとね、みんなの銀行ね、みんなの銀行って自分には紹介する人がいませんみたいな人がいるじゃないですか。だから結局自分の登録止まりなんですって。でもね、私は思うんですよ。たとえお父さんお母さん会社の同僚にみんなの銀行を勧められなかったとしても、いやだからこそ YouTube を始めれば見ず知らずの人がエントリーしてくれる可能性広がるんじゃないかなと。そしてそんなみんなの銀行みたいないい情報を知っている YouTuber さんに対して、次も見たい、もっと他の情報欲しいって感じでチャンネル登録起きると思うんですよね。つまりまあやってから言えよという話ですよ。やってから言えよと、やったら言えなくなるからみたいな。いってらっしゃい。